Кольцно. Я ему говорил. Я звонил ему, я ему сказал, убери машину.走りにくいし、まあ、渋滞も多いので走ってて楽しくないんですけど、郊外はねこうやって、まあ、針葉樹林タイガーがあって、まあ多少起伏もあって見通しがいいところもあって運転してて気持ちいいですね。とはいえここはまだあのモスクワの郊外なんで車多いですけど、田舎に行くと本当にあの見渡す限りなんていうんですかね、平原というか少し起伏のある平原なんですけども、まあなんかファイナルファンタジーの世界みたいな感じで、あの看板とかないんですよね。もう本当にあの、まあ、フィールド、平原というか、ステップというかが続くというの、まあ日本にはなかなかないので、北海道とかあるのかもしれないですけど、そこは異国感あって好きですね。トヨタセンター、レロイメルリン、フランスの DIY ショップ、メトロ、ドイツのスーパーマーケットです。これらは全て営業してますね。まあ、トヨタセンターに関してはあれはあの、現地の資本でやってるんで。はい、というわけでフォルクスワーゲン、ディーラーフォルクスワーゲンセンターブヌコボ、ブヌコボっていうのは、モスクワにある3つの空港の中の1つですね。よく政府専用機なんかで使われる空港です。まあその近くです。はい、というわけで、車は直ってました。前はここへこんでたし、ここもボコってへこんでた。
でここも窓ガラスも割れて、これも落っこしちゃってて、ここもボコってへっこんでて、そこら中に傷があってっていう状態でしたけど、まあなんとか治りましたね。まあねえ、でもこれ全部取っ替えたみたいなんですよ、ヨーロッパから輸入して。ほんと余計なコストかかっちゃいましたよ。車は、シュコーダ、オクタビアって言って、シュコーダっていうのは、チェコの車ブランドですね。ですけど、今もうフォルクスワーゲングループになって、もう中身は完全に、フォルクスワーゲンですね。でこの車は、まあ、フォルクスワーゲンであればジェッタとかと同じかな。まあ、ゴルフより少しでっかいみたいなやつですね、セダン型で、ちょっと久しぶりに自分の車運転するんで、なんか変な気分だな。でも本当に車が自分の家みたいなもんなんで、ありがたい、治ると。やっと車直りまして、ほんと久しぶりに自分の車を運転しています。まあね、良かったですよ。本当にまあ不安定になって、飛行機も飛ばなくなったっていう話があった時は、車に荷物積んでこれ国境行こうと思ってましたからね。でそれで国境に、近くに避難しようと、思ってたところで車が壊れたんで、という、まあ、タイミングで車が壊れたんで、もっと最悪みたいな感じで、まあここ1ヶ月ぐらい、ずっとなんかうつうつとしてたんですけど、まあ、風邪ひいたりして元気なかったのも車がなかったせいかもしれないですね。まあ私の場合、あの車が完全の生活の一部になってまして、まあここにいろいろ物を置いて、まあこの車で出張も行きますし、この車で遠くにも行ってたので、これがないと本当困りますね。そうですね、去年はこの車で、まあ、サンクトも行きましたし、フィンランドも行きましたし、ウクライナも行きましたね。この車で、まあ、そのまま国境を越えてですね、ウクライナのハリコフから、キエフ行って、キエフから、もうずっと西のリビブまで行って、そこからぐるっとこうルーマニア近くの山のですねスキーリゾートに行って、それから、まあ、東の方に行って、オデッサですね、ミコライフ、そしてまた、車で、ハリコフ、ベルゴルド、まあ、ベルゴルドはロシア側ですけど、ロシア、そしてモスクワというふうに戻ってきました。フィンランドの方もですね、サンクトから、西に行くと国境があって、行けます。でそこ入るともう EU なので、そのまま行こうと思えば、あのパリとかまでこの車で行けちゃうわけですね。なので、まあ、私にとっては出張しやすいので、車があると便利ということで、治ってよかったです。ロシアの運転事情ですけど、まあ、前にも語ってね、動画なんかも上げてるんですけど、もう一度まとめますとですね、運転はすごく荒いです、基本的に。で私結構いろんな国で運転したんですよ。まあ、オーストラリアで最初運転してましたし、その後日本、それから、中国、インド、カンボジア、タイ、イタリア、ドイツ、まあ、等々ですね。結構あの世界各国で運転してるんですけど、ロシアはまあワースト1に入るんじゃないのかな。ワーストですかね。まあ、アジアはアジアで結構車がいっぱいあって、ごちゃごちゃしてるんですけど、あんまり危ないって感じたことないんですよね。そんなに無茶な運転をするっていうイメージは私の中でないです。ロシアの場合は結構もうみんながですね、まあ、常に戦ってる感じがするんですよね。俺の方が先だとか、俺の方が強いんだぞみたいな、
常にみんなでこういきり合ってマウント取り合ってる感じなので、ちょっとノロノロ走るとすぐ怒られるし、なんかすぐ入っなんかこう人に譲らないみたいな感じがありますし、スピード出すんですよね。まあそこが一番違いますかね、アジアとは。アジアは結構ノロノロだったりするんですよね。まあ中国なんかスピード出したりしますけど、まあこちらはですね、結構その無茶なスピード出しする人が多かったりして、道がまあサーキットみたいになってるんで、気をつけないと危ないですね。だからスピード出してるやつが来たらまあすぐに避けると、あと強そうな車が来たら避けると、でやっぱり車格の強い車乗ってる人は気持ちも大きいので無理してくるんで、まあ、それはどの国も同じだと思いますけど、よくですね、まあ、イタリアなんかはまあ、ラリー選手が多かったりして運転荒いみたいなことを聞くことあるんですけど、まあ、ロシア来てからイタリア行ったらですね、なんでそんなにマイルドなんだと、すごい優しいなって本当に感動したことあるんですよね。なのでやっぱりロシアは殺伐とした運転状況だなって改めて感じました。とはいえですね、結構ロシアはメーターが、メーターじゃない、そのスピードのそのネズミ捕り、スピードのそのカメラがあって、でそれに取られちゃうと後で罰金が来たりするので、まあ、そんな高くないんですけどね。もうヨーロッパとかめちゃくちゃ高いですけど、ここはまあそんな高くないんですけど、そのちょこちょこいっぱいあるので、それは気をつけなきゃいけないですね。ウクライナなんかはですね、そのスピードのカメラがなんか全然私の感触ではない感じなので、まあ私としては気楽ですね。結構私スピード違反しちゃったりするんで、まあ田舎の車は何にもないところはやっぱりスピードを出しちゃいますね、こういう広い国なんで、ですけどやっぱこっちは結構カメラがある。ウクライナはない、ほとんどない感じがしましたね、私の経験では。あと気をつけることって言ったら、やっぱちゃんと書類を持ってるっていうところですかね。車の関係の書類ですね。たまにポリスが車を止めてなんかドキュメントをチェックするんですよ。それでまあ足りなかったりするとなんか癖つけられて、お金を請求されたりとか、まあいろいろ面倒くさいことがあったりするんで、ちゃんと書類持ってるっていうのは大事ですね、特に外国人。それとロシアはですね、事故が多いですね、交通事故が、多く見えるのかもしれないですけども、それはなぜかっていうと、事故起こったらその場に車を置いとかなきゃいけないっていうことなんですよ。道路のど真ん中でもですね、渋滞しているもうどうしようもない道路のど真ん中でも車をそこに止めておかなきゃいけないんですよ。そうするとさらに渋滞ひどくなるんですけど、そういうルールみたいです。でその場で、まあもちろん示談だったらいいんですよ。その場で示談だったらもうそれで行っちゃえばいいんですけど、警察を呼ぶってなった時に警察がその、書類を作るためにはそこに置いとかなきゃいけないっていうルールらしいです。まあ保険入っていてもですね、その保険屋っていうのはその警察の、なんですか、警察のその審査っていうんですかね、捜査、まあその結果をもに基づいて、保険を出すかどうかって決めるので、日本みたいに保険屋同士でもう解決しちゃうっていうのはないんですよ。なので、まあ示談でなければ必ず警察待たなきゃいけないっていうことで、長い時間そこに待たなきゃいけないですし、まあ、そこで自分が、まあ、事故って周りに渋滞発生させたらずっと白い目で 見られ続けながら1時間とか2時間待たなきゃいけないので、まあ悲惨ですね。でまあそうやって置いてある、事故で置いてある車があるので、まあ、大体私車運転してると1日、まあ、2、3回はそういうのに遭遇しますね。ちなみにまあ先日雪降ったんですけど、もう本当に雪が積もるっていう時期じゃないので、さすがに多くの車がですねスパイクタイヤから普通のノーマルタイヤに変えてますね。でもですね、こうやって私みたいに、
あの、まあ、私の場合修理があったからなんですけど、うん、タイヤがまだスパイクタイヤのままで変えてないっていう車が結構あったりするんですよね。ですので、まあ、これによってですね、道路の、アスファルトが削られて、まあ、それが空に舞って、公害になるということで、まあ、日本ではね、そんなのもうとっくの昔にそれで公害になるということで、規制したんですけど、まあ、ロシアはスパイクタイヤは未だに健在です。でこうやってガリガリ道路を削れながら運転してるっていうのが、春先になると発生するっていう状況ですね。隣の車も変えてないですね。音で分かります。この車、うん、スパイクの音がしますんで分かります、ね、正直モスクワであればスタッドレスで十分なんですよ。私前田舎の町トリアッティっていうですね、まあ、モスクワから1500キロぐらい東に行ったところの町にいたんですけれども、でそこでは、スタッドレスでしたが全く問題がなかったです。でもなんでやっぱりみんなスパイクかっていうと、今のところまずそっちの方が安いっていうのが一つ大きいと思います。それずっとスパイクタイヤがメジャーだったんで、スパイクタイヤの方が安い、スタッドレスの方が高い輸入製品であるっていうところですね。それからあとは、まあ減っても持つっていうのもあるんでしょうね。スタッドレスだと何シーズンで変えなきゃいけないとかあると思うんで。それともう一つはどんなにいいスタッドレスでもツルツルの氷の場合は滑っちゃうんですよ。ですので、まあ勾配があってツルツルの氷になっている場合はですね、スタッドレスでも困るっていうのがあって、未だにみんなスパイク買い続けてるのかなっていう気がしますね。まあそのロシアってモスクワだけじゃないので、その郊外行ったらもっとそのね、ワイルドですし、それこそシベリアの方行ったらもっと寒いしツルツルになることだってあるわけですよ。なのでやっぱりスタッドレスだけじゃ物足りないっていうことなんですね。まあ、この辺についてはちょっともうちょっと、詳しいこと知りたいですけどね。スパイクによってこの粉塵が上がって公害になるっていうのを聞いてるので、まあ、北欧はどうなんですかね。北欧まだスパイク使ってるんじゃないですかね。だとしたらやっぱりこう必要っていうことなのかもしれませんね。まあ、この右に見えるこういう感じが、まあ、ロシアの森ですね。白樺で、針葉樹林で、まあ、こういうのがまあずっと延々と続いていると、どこまで続いてるかっていうと、まあ、これがウラジオストックですね。日本の近くの方までずっとこういった大河ですね、針葉樹林の大河が広がっているというのがロシアです。こんな感じですね。こういう、ね、針葉樹林がずっと続いてるんですよね。ここにでっかいホンダの建物がありますけど、何なんだろうな、パーツとか修理センターかな。相変わらず郊外どん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 新しい住宅作ってますね。郊外に来てやっとというか、こういういわゆる家ですね、一戸建ての家っていうのもありますね。まあ、大体お金持ちの家なんでしょうけど、まあ、こういう一戸建ての家って日本だったら普通ですけど、まあ、ロシアでは普通ないんですね。みんなアパートに住んでるんで、一戸建てはお金持ちだったり、あとは普通の人が本当に郊外、ここじゃなくてもっと遠くの郊外にダーチャっていうですね、ちっちゃいセカンドハウスを持ってたりします。これはダーチャじゃなくて家なんで、お金持ちの人が持ってる感じですね。ところでですね、現地で使っているナビゲーションですね、
これを説明します。まあ、Google マップなんかね、皆さん使ってると思うんですけれども、ロシアってそのロシアのその Google 的なものがありまして、その会社ヤンデックスって言います。でこのヤンデックスっていう会社がまず検索サービス、それからマップ、メール、まあ Google とかと同じですよね。まあそういった展開をしていて、もちろんディスクとかもありますね、ストレージ、まあいっぱいあるんでちょっとあれですけども、マップはなので、そのヤンデックスのマップっていうのを皆さん使ってます。これですね、ヤンデックスマップで、まあ、Google もですねすごくいいんですけれども、やっぱりロシアの道の精度に関してはこのヤンデックスマップの方がですね、実際を反映していて、分かりやすいです。ですので皆さんこのヤンデックス使ってますね。でこのヤンデックスは、まあ、タクシーのアプリでもメジャーですし、まあ、タクシー、それからデリバリーもそうですし、カーシェアリングなんかもやってますね。というわけで、まあ、マップはこんなの使ってますよっていう話です。Google ももちろんありますよ。私 Google のナビの方がですね、なんとなく使いやすいので、そのなんていうんですかね、方向を示すタイミングとかその辺が Google の方が私はいいので Google マップも使ってます。ですけどその精度をですね、精度を求められるときはやっぱりYandexマップ使ったりしますね。ちょっとガソリン少なくなってるんで、あそこのスタンド入ってみますね。あれは BP ですね、ブリティッシュペトロリアム、イギリスの会社です。どこだ、入り口が、あ、これか。ちょっとこの辺で水も買って、結構ね、こういう外資系のところサービス良かったりするんですよね。まあ外資系じゃなくてもですね。まあこのおじさんに、どのガソリンを入れるかっていうのを言って、であといくら入れるかっていうのを言って、で中で支払うっていうシステムですね。まあ大体欧米はこういうシステムですよね。これで、まあ、中のコンビニに人を呼ぶことによって、追加の売り上げを得ると。まあ、車を置いてる間、何ですか、さっきの入れるところが忙しくなっちゃう、忙しくなっちゃうじゃなくて使えなくなっちゃうんで、そういう意味では効率悪いんですけど、まあ売り上げとかいろいろ考えたらこっちの方がいいんでしょうね。でこのコンビニですけど、まあ、こういった車周りのものが置いてあったりで、面白いのがこのバーベキューグッズですね、必ず置いてあるんですよね。ここで買ってそのままバーベキューに行けちゃうっていう、これが燃やすなんか、アルコール、炭、薪、なんだこれ、これも燃やすやつかな、グリルのためのやつですね。とあとは、あ、こっちにもあるか、この網と串と、うん、なんかこういう放射状のなんか日本の、旭日旗じゃないや、旭日旗か、みたいな、デザイン好きですね、ロシア人。あとこれはあのバーニャグッズですね、サウナ入る時のやつ。田舎に行ってよくあのバーニャって言うんですけど、サウナに入ったりするんで。ロシア、結構ですね、ちょっと味のついたこういう、ガスウォーターですね、炭酸入り水なんですけど、ちょっとなんか味がついてるんですよ。高えな、一番安いやつ買います、でかいやつ。どうやらこういうちょっと味のついたガス入りの水っていうのは、そのグルジアとかあっちのカフカスの方発祥らしいんですよね。
か名前もそっち系の名前だったりします。これもそうですね、この緑のやつ、かすかになんか微妙な味がついてるんですよ。でも全然甘いとかではないです。まあ、売ってるのはクロワッサンとかホットドッグとか、うん、まあ食べ物に関してはシンプルですよ。日本は本当に天国みたいにいろいろありますけど。はい、完了しました。さっきご利用いただきありがとうございましたってさっきのおじさんが言ってましたね。なぜかですね、このガソリンスタンドのサービスに関しては結構すごい教育がしっかりしてるんですよね。欧米のだけじゃなくて、ロシアの資本のやつでもですね、結構愛想が良かったりするんですよね。なんか競争があるんですかねロシアだと普通のお店入ってもすごい愛想悪かったりするんですけど、ガソリンスタンドは割と良かったりしますね。お店のおばちゃんがこれもどうあれもどうって質めてきたり。それとよく聞かれるのが、日本とか海外とかいろいろ行ってて右と左運転間違わちゃわないかっていう話なんですけど、これを結論から言うとよく間違えます、というのはもちろんずっとロシアにいたりとか、まあ右側通行か左ハンドルの車の右側通行のとこにいたら間違えないんですけど、国を移動してですね、日本、例えばロシアから日本に行ったりするとよく間違えます。周りに車がいればですね、走る方向間違えたりしないんですけども、ぼーっとしてて周りに車がなかったりするとうっかりと反対側を走っちゃったりすることはあります。もちろんそれなりに慣れてるのでそう簡単には間違わないんですけど、こうたまにあって間違ったりすることはありますね。ただ周りに車があればそういったことは起こらないですね。それとあれですね、ワイパーとウインカー、これはもう毎回間違えます。新しい国に行って2週間ぐらいしないとなんか間違えたりしますね。ただまあ間違えるっていうことにも慣れてるので、まあ、別に特に問題にはならないんですけど、運転慣れてない人は焦っちゃうと思います。マックの看板ある、見えないけどやってないんだろうね。スコルコボイノベーションセンターって言って、モスクワの郊外に作られた、テクノロジーセンターですね。要はその、IT の、まあ、起業家とかその、まあ、ロボティクスの開発とか、まあ、あとその IT 関係の大学とか、まあ、そういったその、まあ、最先端 IT 技術の会社というか会社とかその勉強する人、研究開発の、会社なんかを集めたところですね。ここに入居するには何か審査が必要で、で入居すると、まあ、なんかその補助金がもらえたりするっていう、そういうとこですね。私もここで研究開発している会社と日本の会社を結びつける仕事なんかを進めようとしてたんですけど、今はちょっと難しいですね。はい、というわけでモスクワの市内に向けて戻ってきました。こちらですね、このまままっすぐ行けばそのまんま赤の広場のところ、クレムリンのところにぶつかるっていう、道です。でこのですね、真ん中にこの道がありますけれども、結構太い、なんていうんですか、空白地帯になってますけれども、ここはですね頻繁にパトカーですとか政府高官の車が走ります。黒塗りの車でサイレンがついてるやつですね。
まあ、なぜかっていうと、まあ、もちろんそのクレムリンですね、大統領府の方につながってるからっていうのもありますし、聞くところによると、ここから反対側ですね、西に行ったところに、なんですか、大統領のなんかその、住んでるところがあると、うんうん、まあ噂なんで分かんないですけどね。なんで、まあ、ここをよく、その車が走ります。で、まあ、大統領車列かなと思うようなものもですね、たまにこうバーッと走ったりしますね。まあ、それ以外は、まあ、2、3台で走ってるやつとかは、まあ、普通の交換ですね。もちろん救急車とかも走りますけれども、また来てますね、この青いサイレンなんですけれども、はい、こういった車がバンバン走ってきます。この駐車場ですけど、こう下線書いてありますよね、この線書いてあるところはモスクワ市が運営している公共の駐車場です。で、無料ではないです。払わなきゃいけないんですけど、どうやって払うかっていうと、アプリで払います。その辺のなんか機械で払うとかじゃなくて、アプリで払うんですよね。で、じゃあどうやって違法かどうか、払ってるかチェックするかっていうと、そのカメラでですね、巡回員がナンバーを取って回ってるんですよね。で、このナンバー取って回って、ちゃんと払ってるナンバーだったら OK、 払ってないナンバーだと後で罰金が来るっていう、そういうシステムになってます。本当にね、線書くだけで、あとはアプリ1個でできるシステムなんで、すごくいいと思います。日本でもぜひこういったシステム導入してはどうかなっていうふうに思いますね。はい、以上です。